田中はい、こんにちは。鎌倉でドラムやってます。田中亮です。というわけで、本日はですね、自宅の練習セットのご紹介をしてみたいなと思います。まあ、あと言ってもですね、ちょっと、まあ、考え途中というか、実験段階なので、ここからまあ、あ改良を加えていけたらいいなと思うんですが、この実験段階でもなんかこう、アイディアを共有して皆さんのなんか参考になればなと思いまして、動画を撮ってみます。で、アメリカにいた頃はですね、まあ、あ 運よくもう自宅でドラム叩くことができたので、それをなんか普通に叩いて練習したりとかしてたんですけど、さすがに日本の住宅だとそういうわけにもいかない。まあアメリカだからってどこに行ってもできるわけじゃないんですけど、たまたま僕の住んでたアパートが運よく叩けたっていうだけなんですけど、そうだったんで、まあとりあえず日本に帰ってきて、しばらくの間ですね、まあ近くの市民センターみたいなところにある音楽室みたいなところ借りて練習したりとかもしてたんですけど、まあ家でできた方がやっぱりね、なんか毎日のことだしいいなみたいな感じに思ったので、ちょっと、 とりあえずこうなんですかね内にある機材を使って組み立ててみましたそれではどうぞご覧くださいはいというわけでこちらが全貌になりますちょっとこの左の辺りの本棚がこう散らかってて申し訳ない汚い感じのこのねなんか黒い布でもかぶせておけばよかったんですけどとりあえずまあそれはご容赦頂い,いてで見てわかる通りですね基本的にこれメッシュのヘッドを貼ってるんですね太鼓類にで使ってる太鼓がですねこのこれがスープラフォニックっていうラディックのまあいわゆる スタンダードギターでいうとこのフェンダーみたいなやつですねでこれがこれとこれタムにしてるのがこれタマのですねスモールティンバレスっていうやつでこれ裏がないやつなんですよこれね裏側がない感じのやつでこれ2つ1組で売ってるやつたまたまねたまたまっていうかまあ僕の物置に入れてあったのでそれにメッシュヘッドメッシュヘッドもね昔買ったやつがあったんでそれをそのまま取り付けたんですよでこのキックですね キックもこれもねラディックなんですよこれちょっと実はいいやつでブラックビューティーっていうこのね彫り物が彫り物っていうのかなカービングを、ね、模様がついてるやつでちょっと多分ね今買うと結構高いスネアなんじゃないかなと思うんですがこれをですねどうやってくっつけてるかっていうとちょっと分かりにくいかもしれないんですけどこのこのスネアの横についてる黒いのがこれタマのスターキャストマウントシステムっていうやつ、まあ、スタークラシックとかに使われるやつですね それを、本来の玉のやつだったら、フープそのものに、この黒いのが付けれるようになってるんですけど、そうじゃない、フープの、普通の売ってるドラムに付けれるように、こういうアタッチメントが付いてるバージョンですね。ちょっとこれ原稿であるのかどうかはわかんないですけど、昔、ちょっと買ったのが、うちにあったので、それを使って、そいつをですね、これ、み、ものすごく撮影しづらい <laughs>。この下、下のこれがですね、これ、パールの、 足で買うベルトが演奏するやつですね。これを接続してるんですね、ここで。かなりわかりにくいかもしれないですけど。下からこう来た、この棒が、こっちに、向こう側に、曲が、L 字にこう曲がってるんですね。そこを、こう、タムホルダーみたいなやつで、くっつけてあるっていう感じ。これちょっと難点はですね、これ踏むとね、揺れるんですよね、こいつ自体が。かなり。まあ、キックの足がね、生えてないので、しょうがないんですけど。まあ、とりあえず、 組んでみたって。もともとですねこれ僕小口径のドラムを作ろうと思って14インチのスネアをキックにしてみようと思ってこれ発案したやつなんですよまあそれの動画もあるんでもしよかったら見てもらえると嬉しいんですけどせっかくなんでそれをそのままメッシュヘッドに変えてみたそしたらまあ練習台になるじゃないかということででキックのここをですねここにそ,その時にもつけてたんですけどこれ100均で売ってる椅子の 靴下、椅子用靴下ですね。椅子をこう動かしたときにフローリングが傷つかないようにするための靴下を履かして多少消音させているという感じですね。あと工夫としてはですね、こうとかですかね、まあ、スネア、このスネアとスネアスタンドの間にちょっとこの緩衝材っていうか、普通にこれ布の袋なんですけど、それを挟むことによって、こういうのをちょっと入れておくとですね、案外こう、 叩いいた時の振動がこう床にに伝わりにくいんで例えば大したこう効果は一個一個じゃないですけど下にこれをこういう黒いマット引いたりとかこういう布を間にかましたりとかこうちっちゃいのを何個も何個も重ねていくと案外効果が大きくなっていったりするものなので例えば練習台とかこういうスネアの上にね 置いて叩く時もここにタオルを引いてからゴムのパッドの練習台に乗っけるとかそういうのをやるとかなり変わってくるかなと思いますでハイハットに関してはですねこれ今現状普通にハイハット置いてますでこっちが14インチの同じサイズでまあクラッシュを置いてあるんですけどこれに関してはですねとりあえずまあ当然メッシュヘッドとこれだと音量のバランスが全然合わないんでこっち用のなんかあの 玉とかで出てるウレタンのこうガバッとかぶせてなんかこう扇形にかぶせて消音するやつを買おうかなと思ってます。というのもですね一回あの全部エルドラでやろうかなとも考えたんですけどやっぱりこうドラムって生楽器なんでスティックとこうヘッドが物理的に当たった時の感触とかそれによって出てくる音っていうのが結構大事だったりすると僕は思っているので。 そういうのって練習パッドこういうメッシュとかもしくはゴムの板の練習パッドでも全く同じことで叩き方によっってて音変わってくるんですねでそれがやっぱりどうしてもエレドラだったら変わらなくなっちゃうことがあるかなと思うので練習するんだったら練習練習キットっていうのかな、まあ、エレドラじゃない感じの練習キットにしたら方が、うん、身にはつくかなってそのアコースティックな感覚というのがですね本、まあ、本当はその本物の物 ドラムを叩くのが一番いいんですけどまあとりあえずこれはその組んだ、えー、試験段階テスト段階ですのでまだそこがつけてないって感じですねでこれのいいのはですねこれ今このブラスティックっていうプラスティックのこれで叩くとまあこういうところもあまりうるさくなく叩けてこっちもまあ同じ音量ぐらいでいけるんですけどスティックで叩いた場合にですねシンバルはうるさいんですけどメッシュ貼ってあるとこう。 かかりますか音程がちゃんと出るんですよ。で、キックが、まあ。キックにしては音高いですけどね、でも。という感じで、まあ、そこそこ、なんかこう、メロディックというか、そういう感じの音が出せるので、こういうのも案外ですね、練習するときにこう、練習セットを組むときに、 考えておくとその後のこう演奏そのものがメロディックでミュージカルっていうかこう音楽的になるかなと思いますちなみにこの SPDS はですねこれもう昔買ったやつでずっとうちの,あの押し入れの中に眠ってたやつなんですけど引っ張り出してきたんですけどほとんど 今は電源を入れずにこのライドの代わりとしてここに置いてありますという感じのセットが今の感じでしたもしなんかね皆さんがこういうふうに練習セットを組んでるよみたいなアイディアがありましたらコメント欄に書いていただけるとすごく嬉しいですし僕もこの練習キット自体をもっともっとバージョンアップさせたいなと思っているのでなんかこう新しいアイディアとか出てきて実装してみたら動画にしてみようと思います はいといとうわけで本日はですねこちらのこの僕の作ったばかりの出来たて出来たてじゃないけど組み立て新品,新品じゃないもう何でグダグダですね組み立ての練習セットをご紹介いたしましたもしね今後もなんか新しいアイディアいろいろ出てきたら紹介したいなと思いますので今後どうぞご期待くださいそれではまたお会いしましょう